大立伊さんは、アメリカ合衆国ハワイ準州出身のプロ野球選手。1950年から1955年の登録名は、大立伊佐尾。1935年に、旧正平安中学で、第21回全国、中東学校優勝野球大会に出場。その後京都の武道専門学校に席を置いて、柔道を修行し、大柄な体を生かした豪快な大外刈りや、 左右の払い腰、受けの強さを生かして1939年の明治神宮大会では非専門部門ながら優勝を果たし、1940年の昭和天覧、試合では3回戦で柔道王、木村正彦に敗れたものの5分近い接戦を繰り広げた。他方、野球では全京都でプレーしていた。1949年に31歳で大阪タイガースに入団。 42試合に出場した。1950年初め、大田と伊佐徳徳網茂の1対1の交換トレードで毎日オリオンズに移籍。この年に伊佐に改名した。移籍後は主に代打で出場し、1954年から首相を務めた。1955年オフに引退した。1シーズン代打本塁打4本。 通算大打本類打9本は1966年に中西太氏が更新するまでの日本プロ野球記録であった。引退後は日本野球連盟参与を務めた。1952年7月16日の平和大事件では日没のゲームに起こった西鉄ライオンズファンが遅延行為を行った毎日選手の宿舎を囲んだ際に大立が宿舎を出て謝罪した。 これには月光していた西鉄ファンも感服し、あんたよか男わい、と大立に握手を求めたという、大立伊佐に関するカテゴリー、ありがとうございます。